4月2日は、グレゴリオ歴で年始から92日目にあたり、年末まで、あと273日ある。メフメト二世による、コンスタンティノープルコ防戦始まる。画像左は1499年に描かれたもの。右画像は1499年に描かれたもの。初代中村勘三郎、猿若座を解説。画像は、江戸歌舞伎発祥の地比、フランク王国国王。 カール大帝誕生。独仏双方に重要な王で、フランス名、シャルル・マーニュとしても知られる近代的地図の創始者、アブラハム・オルテリウス誕生。画像はオルテリウスが作成した世界地図博物画家、マリア・ジビーラ・メイリアン画家としても昆虫学者としても優れた博物画家、マリア・ジビーラ・メイリアン。画像は、スリナムさん昆虫変態図譜より、 画の一生、西洋機体の量、色や、ジャコモカサノバ。自伝、我が生涯の物語では千人もの女性変歴が綴られているコロンビアの、初代大統領フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデル、童話作家、詩人、ハンス・クリスチャン・アンデルセン・ラファエル全派の画家、ウィリアム・ホルマン・ハント。画像は、雇われ羊飼い自然主義の提唱者、作家エミール・ゾラ。画像は、真似による、 肖像建築家、篠原和夫。画像は、東京工業大学百年記念館日本競馬発の三観馬、セントライト戦後発の三観馬新山モールス富豪の発明者、サミュエルモールスボツ。画家でもあったジョルジ・ポンビド、フランス大統領在任中に、白血病でボス時期流体力学の基礎を築いた、物理学者、ハンス・アルベーンボーツローマ教皇。 ヨハネ・パウローにセイボーツ。葬儀には世界中の要人が集結した国際子供の本の日。画像はアンデルセン、マッチ売りの少女のイラストレーション。ありがとうございます。